この理由や選択肢は必ず最低でも3つというか3つがベストだと。はい、こんにちは、田畑慎太郎です。今日も若いビジネスパーソンの皆さんがビジネスって非常に面白いこのワンダーランドみたいな世界をどうやってうまく渡っていくか、楽しめるようになるようにするかということについて話したいと思います。まあこれからの会社員の教科書ってことについてずっと話してきてて、まあ根回しとかですね、そういった部分が非常に好評なんで、ちょっとまた今日横道それて、上司とかお客さんに対して何かを提案したり説得したりする時のマジックナンバー3ということについて話したいと思います。皆さんもよくコンサルタント出身の方とかが理由は3つありますとか、いうことを聞いたことないですか？なんか、あるいは選択肢、なんか参謀とかね、参謀が将軍に提案したりするときには選択肢っていうのが A、B、C とかって3つ出すっていう。この理由や選択肢は必ず最低でも3つ。というか3つがベストだというふうに、まあよくある。ベストっていうか一方的に決められないんだけど、5個も6個も出したら多すぎる。3つ未満だと少なすぎるみたいなことについて、上司やお客さんに対して何かを提案したり説明したりするときには選択肢や理由は3つということがいい理由についてまず話したいと思います。まず選択肢がもし1つしかなかったらどうなるか。当然上司というかですね、提案された側はその選択肢がないわけだから事実上拒否できないと。でイエスとはノーと、却下丸ごとするか拒否、それを丸呑みするかという形なので、それがベストかどうか分かんないという場合、これは相当の信頼関係がない場合、非常に圧迫的というか脅迫的な提案というふうに基本的に受け止められます。なので選択肢が1個しかないっていうのはまずもう論外。次、選択肢が2つの場合は、そもそも例えば、あなたが全社員向けに例えばスマホを導入することになりました。社員1000人分のスマホをどういう機種を買うかというところで例えば選定しているとしましょうと。今3万円のロースペックモデルがあります。7万円の、もうちょっといいスペックモデルがありますと。この3万円か7万円かどっちがいいですかというふうに、3万円を7万円で言うと、出された方、例えば分かんない、それ情報システム部長か社長かちょっと分かんないんだけど、出された方はどう感じるかと。3万を選んだらなんかケチみたいに思われるし、7万円を選んだらなんで3万円より高い7万円を選ばないといけないんだということについて、その7万円のスペックが必要だったということについての説明責任が問われるなというふうになって、まあ選択肢2つっていうのは大体の場合、今言ったみたいに安いけど悪い、高いけどいいとか、そういう方向になりがちなんですよね。でこれもこれで実はね、選びにくい、 A は B と、右か左かという判断になってしまって選びにくいというところになります。なんで今の話で言うと、例えば選択肢を3つ出すときに、3万円のロースペックモデルで、7万円のもうちょっとスペックがいいモデルっていう2つ出すんじゃなくて、こっから先がテクニックなんですけど、もし7万円のものを買わせたくて落としどころがそうだと思ってたら、おとりとして10万円のハイスペックモデルを選択肢に入れてください。これは僕は松竹梅理論って言ってるんですけども、いろんなレストランとか和食レストランに行ってくださいよ。お任せコースって必ず松コース、竹コース、梅コースって3つないですか。で、あれ2つしかなかったら、安い方頼んじゃった人は、なんか俺は金がないから安い方頼まざるを得なかった、情けないですみたいになるし、高い方って、なんで、よっぽどいいものがなかったら、これ松コースと例えば梅コースしかなかったら、これ梅コースと何が違うの？この価格差どうなの？みたいな。で、松竹梅ってあると、大体の人がなぜか竹を選ぶと。で、例えばさっきの話で言うと、3万円のロースペックエントリーモデルと、7万円のミドルレンジのモデルと、10万円のハイスペックモデルがあったら、まあ大体の人、じゃあちょうど真ん中で7万円でいいかという方向になるんですよね。で、7万円っていうところを決めやすくなるんですよ。この10万円のおとりがあることで。で、こういうふうにすると、あ、じゃあ、まあ今回で言うと、もちろんスペックも大事、価格も大事なんですけども、ちょうどその両方をいい具合に満たしている選択肢としては真ん中ですよねという方向で、必ず選択肢決めた上で、当たり前ですけども、提案する側としては、自分が落としたい選択肢がどこなんだと。いうことを意識した上で提案すべきなんだけども、選択肢を3つ出しておいたら、ほとんどの場合は中央な真ん中のところに落ちるというのがね、まあもう定石なので、まずその真ん中の7万円を安く見せるためのおとりとしてのハイスペックモデルみたいなのを1個入れておくっていうのが非常によく言われてるんですよ。で、こういうことを分からずに、
選択肢を1個しか、あるいは最初から7万円に落とすつもりで7万円って持ってったら、なんだよお前これしかねえのかみたいな、他にもっと選択肢ねえのかって言って却下されたりするんですけども、こういうところが全然こうお客さんとか上司に対して提案をするときにはっきり言って下手くそなやつが非常に多い。なんでおとりでもいいから3つぐらいにいろいろ選択肢やっといて真ん中に落とすというようなことを考えるのがもう定石中の定石なんですよね。で当然その当たり前ですけども、それぞれのメリットデメリット、まあ、安い、当然例えば今のスマホだったら3万円は安いっていうことがメリットなんだけど、その分画素数が悪いとか、なんかAndroid でちょっと怪しいとか、なんか怪しい中国製であるとか、なんかわかんないけど、まあ、中国製で言えば全部怪しいわけじゃないんだけど、そのメリットデメリット整理した上で、で私のおすすめはどれですという方向に語るんだけども、まあ、普通基本的にはだいたい真ん中に落ちるという方向なのが、まあ、よくあることです。まあ、もちろんね、しかしたまにですね、その状況次第では非常に利益が厳しいからとにかく安いの買おうとか、いやいや今期はすごい儲かってるし今は勢いに乗ってるから高いの買おうとかっていうこともあるかもしれないんで、おとりといえども本当にそれをやろうって言われた時にはそれが実現できるような状態になってるかどうかっていうのが非常に重要なので、ぜひそこはもしGO だ、これで GO だって、まあ、例えば前澤さんみたいな社長のパターンは基本的には値段を理由に妥協するってことを非常に嫌う人だったので、まあ、そういったところで言うと、いや別にいいもんは高くてもいいからとにかくいいもんやろうぜ、買おうぜっていうこともあり得るかもしれないし、まあ、そういった部分もあるので、必ず真ん中に落ちると思って真ん中以外のことが本当のおとりだった場合、そっちをどうしてもその偉い人が選んじゃった時に自分の首がこう締まったりもするんで、それは非常に要注意なんですけども、まあ、この松茸梅理論ぜひですね覚えて、特にまあ機種の選定なんか値段がついてるものに関しては、まあそうやって3つ選ぶと真ん中が選ばれがちとか、あとはワインの銘柄で言うと一番安いワインの次に高いワイン、2番目に要は高いワインっていうのかな、例えば店に10本あったとして一番安いワインがボトルで2500円だとすると、で次のワインが3500円だったら3500円がめちゃくちゃ選ばれるんですよ。なんでかっていうと人間って一番下のワインを選ぶとケチったみたいに思われるんですけども、おとりみたいに一番下のワインがあってその2番目ってなると急に選ばれやすくなると。でそういったところをプライシングとか値段値付けっていうんですけども、本当に僕はしつこくですね、ねぎめほどビジネスの一番大事なことはなくて、マーケティングとかセールスを考えるねぎめほど大事なことはないんですけども、そのおとりみたいなところも含めてボリュームは出ないんだけど、この選択肢があるおかげでこっちが非常に決めやすくなるみたいなところは意識してください。これはもうスポーツでも何でも同じで、おとりによってスペースを作るってことは非常に大事なんですね。でもう一個理由について3つっていうことが挙げるときにはもう4つ以上5つになってきたら覚えられないんです。で特にあともう一個マジックナンバーとしては3の次は7っていうのがあって、これは上司と部下の関係性とか組織図を考えるときにはダイレクトレポートを直接ある部下に対して、ある上司に対して報告する部下の人数っていうのが7人を超えるとだん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 ちゃんと 見られなくなってくるってところがあるんですけれども、まあ3から7ぐらいでですね選択肢を作るのはまあいいんですけども、実際は結局3つぐらいになって、でその上で結局自分が落としたいところどれかと思ってるってことが非常に大事です。で当然あとはよくあるのは 2×2 のマトリックスで、例えば、こっちは非常に効果があるないリスクがでかい大きいとかね、デメリットそういうようなところであって、でも、まあ、例えば 2×2 のマトリックスで4つ箱を作るんだけどもどっちもないみたいな、どうせ最初からない選択になっちゃうんで必ず3つ残るみたいなところも含めて、選択肢とか理由とかっていうのは3つっていうのは、まあ、まああまりにもちょっとはっきりとこれちょそこそこ以上分かってる人にとってはつまんねえこと言ってんな田畑さん今日はって言ってるぐらいなんですけども、まあ、非常に大事な三国志とかって言いますけども、まあ、最初の N で 3以上になると非常に安定するんですよね。でもう、まあ、うちなんか子供も3人いるんですけども、本当3人よると社会だなと思います。まあ、そういったことも含めて、今日はちょっと軽めに行くんですけども、選択肢は必ず3つ出すと。上司やお客さんに提案するときにはと。で、そのときには、いわゆる和食レストランとか、寿司とか、寿司屋さんとかの松竹梅コース、松茸梅っていうのを意識すると。で、もし万が一なんだけども高いのかもしれないし安いのかもしれないっていうのをおとりかもしれないけど入れておいたら、実際もしかしたら
たまにそれが選ばれるってことだけは絶対頭の片隅に置いといて、選択肢として示したのに実行できないってことは、かえって部下として、あるいは顧客から営業だったりした場合は非常に信頼感を失うんで、そういうことは絶対ないようにしながらも、まあぶっちゃけ落としどころここだよねっていうところをどう作るかみたいな、この心理戦みたいなところをどうやるかみたいなところは、まあ非常にアドバイザーとかコンサルとか営業とかやる上で極めて重要なことなんで、まあこの選択肢3つ理論っていうのはもう基本中の基なんで、基本っていうのも3文字ですけども、とにかくぜひ覚えておいて、お客さんとかですね、上司に提案何かするときに、あるいはもう単純にデートのレストランを決めるときでも必ず選択肢3つ出すとかね、こういったものはもう基本中の基本じゃないかと思うんで、まあ今日はちょっと軽めにしておきますけども、覚えておいてください。まあこんな感じで、まあちょっと本にもあえて書かなかったかもしれないような基本中の基本みたいなことをどんどんこれからも言っていきたいと思うんで、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね。